レイドバトルに金恋出現の瞬間、レイドバトルに金恋が出現するという情報があるの半信半疑な私。まあ人の集まらない地元じゃ大したレイドバトルもできないので、無料レイドパスを消化するため恋キングのレイドバトルがあれば金恋目的に行っておりました。そしてついにその日がやってまいりました。金恋目的と言いつつも目標がないよりはマシみたいなもので、この日も期待しておりませんでした。到着してびっくり、親子の先客がおりました。目的は同じだったりして、一人入ってますね。今のところバグでこの数値は当てになりませんけど、あっちゃんと入ってた。まさか人の集まらない地元で恋キングで2人になるとは思いませんでした。恋キングで逃げられるということもないと思いますが、貴重なボールを取り合いしても仕方ないので私は抜けることにしました。入り直します。ここから金恋じゃないのが残念。サイドン一匹ですぐ倒しちゃいます。倒しました。さてここから注目です。恋キングで不思議な飴は当たりな方です。金恋来たー。金恋ゲットだぜ。14球あるんだからもう少し逃げてもよかったんだけど。出るまでのバトルの数ですが10回ぐらいでしょうか。思っていたより早かったです。野生よりは出る確率高いとかあるのだろうか。野生と同じ確率だったらほんと無理だなぁと思ってました。個体値はぼちぼちといったところ、使える赤ギャラドスにできそうです。というわけでレイドバトルの金恋でした。皆さんも狙ってみてはいかがでしょう。